はい、赤川俊太です。今日はですね、アルツバンタイスキー場に来ました。で、昨日からの雪で結構パウダーが降ったんですよ。今日もね、だからね、パウダーボードで来ました。で、今回の動画は、自分がパウダーを滑るときにちょっと意識しているコツだったり、あとターンを、ちょっとね、紹介していこうかなと思います。こういうところね、まあ、前回ね、斜面に合わせてターンをするっていうのを、紹介したんですけど、例えばですよ、ここからこう来て、こっちの下り、登ってって下り、下りに合わせてターンしていくと、減速せずにパウダーが上げられるんですよね。そういうのをね、ちょっと意識しながら、滑りながらですね、ちょっとね、どういうところを、狙ってターンしてたりしたらいいかとか、紹介していこうかなと思います。あ、こことかもね、すげえ分かりやすいかもしれない。こっち側に登ってって下り、この角度でいったらこういう風にターンすると減速しちゃうんで、こうですよね、この人のターンみたいな感じで、で、早いに、板が横になると顔面にかかっちゃうんで、まあ、そういうところもね、ちょっと紹介していこうかなと思います。はい、ではですね、パウダーの、どこを当てたらいいか解説していきます。まずはね、あの人が入ってないラインを狙っていきます。まあ、ちょっとそこのね、見えるところまで行ってみましょう。人が入ってるラインを滑って、こういう入ってないラインでターンを上げます。こんな感じでね、人の入ってない場所を狙ってみてください。理由は、人が入った場所はあのすぐ底突きって言って、あのターンした時にガリガリってついちゃうんですよ。なるべく雪が降ったとこでターンしてもらえると、ガリガリって行きづらかったり、いいターンが上げられるんで、そちら注意してやってみてください。ではですね、次にターンについて、ちょっと紹介していこうかなと思います。本当は1本の線でスッといってほしいんですけど、そうするとパウダーが上がりづらい、上げたいから板を横にする、横にすると顔にかかる、こういうのをね、うまく組み合わせてパウダーターンするんですけど、じゃあ最初に板をがっつり横にして思いっきりパウダー上げた状態にやってみます。いきますよ、板横にしますよ。ここら辺でいいかな、パウダー上がってないとか、真横見ました、見ました。今進路が見えなかったの分かりました、進行方向が。これをこうならないために、次はね、まっすぐただターンだけします。トーサイドでターンするんですけど、ターンだけしますよ、ターンだけ、パウダー上げないでターンだけ。はい、顔にはかからなかったですよね。今度ね、ヒールサイドでいきます。ヒールサイドで板横にしますよ。わかりました、めっちゃ顔にかかったの。横にしますよ。次ターンだけします、ターンだけしますよ、ヒールターンだけ。こんな感じで顔にかからなかったじゃないですか。じゃあこれを組み合わせていきます。1本の線でいって、板をちょっとだけ横にしてかけます、でまた戻す、この動きをやります。すごい難しいんですけど、これをね、やってみてください。いきますよ、人が入ったラインから上げて戻す、こうすると顔にかからずにターンができるんですよ。ちょっともうちょっと降りてみますね。パウダーいいとこ目指していってみましょう。こういうバーンでもね、あの冷やすやつじゃなくても、こういうとこでも上げて戻す、一本の線になるように。ちょっとこっち遠サイドでいってみますか。ちょっとスピード出していきますよ。あそこいいんじゃない、あの何もないところ、ここね、上げて戻す、戻すというか、まあ、そのままにするだけなんですけど、お、ここもいいんじゃないですか。今みたいな感じでちょっとガリガリとは言うんですけど、ちょっとね、あの分かりづらい部分もあったかもしれないんですけど、今みたいな感じで板を滑っていってバーンって横にするんじゃなくて、パーンしていってちょっとだけ横にする、ちょうどこの90度の角度のところ、ここが一番パウダーが上がる瞬間なんですよ。
そこにうまく合わせてターンをしていって上げてちょっと戻すような感じでターンして、ラインに入っていくような感じになります。はい、ではですね、これを踏まえて、ちょっとね、皮にかからないようにいいパウダーを、上げながら滑っていこうかなと思います。ちょっとね、また目線カメラでいきたいと思います。では行ってみます。本当顔にねかからないギリギリの感じでしっかり上げながらターンをしていきますよ。登って下る。でこういうのはね多少スピードも必要です。今のはちょっと横にできたかな、もうちょっと。おこんな感じでね、で横にしすぎると顔にかかっちゃうんでね、程よくやっていきますよ。お、あの木の下いいんじゃない？こことかね。おお、こんな感じでね。でターンの後半にちょっと当てるようなイメージがいいですね。キュッと。ターンの後半ですね。最後に向かって板をキュッとだけ押し出すような感じがいいですかね。最後ターンの後半に向けて当てるような感じでですね。ちょっとこれの場合下行こうかな。おお。ここもう一発当てれるかな。当てられなかった。まあね、こんな感じで、こんな感じでですね、2本目ね、行ってみたんですけど、パウダーターンの後半に、そこに向かって当てていくような感じでやってみると、顔にかからないいいターンが上げれるんで、皆さんもやってみてください。うまく滑りながら、かっこよく滑ってみてください。パウダーターンの滑り方でした。以上、お進みください。